んにちは、シークエンサイトモです。ということで今日はですね、夏だ飛び出せ心霊スポット巡りだ。こちらの場所はですね、神奈川県にあります緑山峠という場所でございまして、首なしライダーを見たっていうね、話が、そこかしこで噂されたりしているんですけれども、僕なんか普通に自分でカメラ持ってったってどうしようもない画角になっちゃうんで、今日はちょっと強い助っ人を呼びました。マーシーさんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。いや、こちらこそです。引き寄せる人と取り憑かれる人の、まあ、名コンビですよ。本当にみんなから寄せるって言われるので。ですよね。はい、じゃあ向かってみますか。そうですね、そうですね、よろしくお願いします。こういう看板のところに昔その慰霊碑があったっていう、なんか人、なんていうんですか、なんか道具が置いてあるだけですもんね。そうですね。臭いですよ。臭いですか。え、全くしないですか。え、俺の鼻が臭いみたいなことですか。じゃあちょっと待ってください。トンプンって書いてありますね。あ、ですか。豚の糞ですよ。これだ。あ、そういうことを撮ってみますか。そこに一人います。女の人ですか。女の人です。あ、そうですか。なんで香りもわかる。女の人の気配はある、香りさんもなんか気配感じました。女の人だなっていうのはわかりました、気配があったので。いきなり来ましたよね。いきなり来ました。全く何も感じてなかったんですけど、ここから戻っていきますか。そうですね、はい、戻りましょうか。最後の子よ、17歳の青春をここに永遠に眠る。これはこういうか。あ、これもなんかありますよ。え、あ、ちょっと待って、これ、これすごくないですか。なんすかこれ。なんて書いてるんでしょう。最後の子よ、17歳の青春をここに永遠に眠る。昭和63年5月21日、ボーリングのピンと、あ、本当だ、中華皿が置いてありますね。え、これじゃないですか、その、バイクで亡くなっちゃった地、なんか、走り屋の子が亡くなって慰霊碑って。いや、撤去されてるって書いてあったんですよ。そうですよね。でもなんかボーリングのピンとかに対して慰霊碑異常に新しいですよね。はい、かなり綺麗ですよね。しかもあのいい慰霊碑です。いい慰霊碑。なんでですか。で、単純にどういう念が入ってるかの違いなんですけど、うん、雑なのってあるんですよ。言い方あれなんですけど、例えば日本って世間体をかなり気にするんで、はい、やっといた方が体がいいよねっていうことで作ってる、言い方ごめんなさいねけど、無縁仏さんとか祠とかってあったりするんですよ。でもちゃんと個人のことを考えて、あの成仏してくださいねっていう強い気持ちを込めて作られた祠と2つあって、はい、これはちゃんとその成仏してほしいっていう思いで作られてるものだから、あの特に何もいないし、あ、そういうことです。変なものも溜まってないです。もう間違いなくこの書いてある言葉でここで亡くなったんだなって。確実ですね。17歳の子が確実にここで亡くなってるのは間違いないですね。17歳で亡くなるって言ったらやっぱり、いやー、きついですよ。やりたいこといっぱいある状態ですからね。バイクの可能性が高いですよね。そうですよね、63年でしたっけ。昭和63年です。ってことはここはまだ道路でだった時ってことですもんね、おそらく。そうですね、そうですね、はい、30年以上前なんで。そうですね、全然道路だったんじゃないですか、この辺も多分。うん、わあ、その代からでもこうやってちゃんと残してるのすごいですね。新しいですもんね。いや、綺麗にしてますよ、本当に。時々いらっしゃってるんですね、ご家族の方か。そうですね、誰か。本当に一応手だけ合わせておきましょうか。そうですね、一応失礼します。こんななんか本当に形としてあると思わなかったので。そうですね、なんか水とか持ってきてればよかったなって思います。確かに、はい、急にでしたね。急にでした。確かにここも看板だ。あ、本当。あ、そこの看板でこの下撤去されてまたここに新しく建てたってことなんですか。あ、それもありえますよね。ってことは最初のは本当ただのトンプンだったかなってなるってことですよね。それはありません。
本当にただトントンが臭かっただけですね。トントンをほくり返しちゃいましたね。向こうももしですけど、その本当に撤去したっていう書き込み通りのものだったら、はい、慰霊碑はこれで2つだったってことですね。一応ごめんなさい、写真だけ撮らせてもらいますか。はい、はい、すみません。何かさっきみたいにいるわけではないんですけど、写ってくれたら撮りまーす。さっき見逃したってことですね。そうですね。話してて、何かいるわけでもないんで、ついつい見逃しちゃいました。なんだろう、ものすごい幽霊がたくさんいるっていうわけじゃなかったですけど、はい、急に来たのがちょっとゾクッとしました。ああ、そういうもんなんですね。自分には見えないんで。そうですよね。はい。ここですもんね、さっき話してたのが。そうですよ、ここの鉄塔で、マジでただの鉄塔でした。戻ってきましたね。戻ってきて、ここが、まあ、霊園ですよね。あ、そうなんですか。そうですね。そうです、ね。駐車場ですもんね、これは。まあ、でも霊園は、まあ、ちゃんとした霊園なんで、なんですかね。なんか、供養されてるから、そうなんですよね。はい、霊園は、実はいないっていう話も聞くし。そうなんですよ。幽霊が、まあ、墓にたくさんいるっていうのは、お盆の時期だけは当てはまるんですけど、ああ、なるほど。帰ってくるっていう意味で。そうです。迎え火、送り火とかじゃないですけど、思い返すことによって戻ってくるので、ああ、その間はやっぱりお墓に集まることが多いですね。今の時期だったら、まあ、感じないよってことですね。そうですね。だって、確かにこっちも涼しくなったんですけど、はい、さっきの公園の涼しさとこっちの涼しさと全然違いますもんね。ああ、いや、僕は分からないんですね。公園の時は確かに、あ、なんか空気変わったなっていうのは分かりました。こっちは普通に心地いい涼しさじゃないですか。そうですね。それは分かる人にしか分からないですね。やばい、ちょっとかっこいいかも。出ましたね。来ましたね。これがその峠の終わり。終わりなんですか。あ、もうここで終了なんですね。はい。お、うわ、急に終わりで急に急にあるじゃん。現れましたね。うーわ、嘘でしょ。神社。え、神社ですかこれ。ここ。あ、あ、なんだこれ。本当だ、神社っぽい。うわー、廃神社。うわー、一番やばいですよ、廃神社って。うわー、竹も散らかしてますね。すごいっすねー。うわ、入りたくねー。嫌な感じがあります。嫌な感じしますね。他より全然違いますね。あ、やっぱ違うんですね。はい。普通の街が近くにあるのに、すっげえ怖いですもん。いや、確かにここは異様な感じが。しますよね。はい。半端ないですね。ちょっと失礼ない感じで入っていきましょうか。はい。失礼します。すいません。失礼します。あー、うわ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 。うわー。やば。小さい。やばいわ。確実に神社ですね。あー、これは良くないですね。嫌な感じがムンムンですか。いや、ムンムンです。ほんとごめんなさい、抽象的で視聴者の人に分かりづらいんですけど、はい、圧が半端じゃないです。あー。すいません、ちょっとお写真だけ撮らせてください。ごめんなさい。よくお力がある方は、やっぱそうおっしゃいますよね。あ、本当ですか？はい。何がいるわけじゃないけど、威圧されるとか。そうなんですよ。これね、多分、マーシーさんも感じるんじゃないですかね。ここ立っただけで、そこの石段に立ってるとき全然違いますよ。わかります？ぐーっと押される感じ。押される感じなんですよ、前から。ぐーっと。あ、じゃあこれ気のせいじゃないんですね。ぐっていう感じは、確かにあります。人が立ってるとかじゃなくて、圧がすごいんですよ。廃神社は、僕の仮説ですけど、あらゆる心霊スポットの中で一番やばいんで。ああ。ねえ、どれだか的には行った方がいいんだろうな、神社の方まで。行きたくないけど。そこはお任せします。そうですね。はい。じゃ、僕だけ行っときますね、一回。はい。失礼します。すいません。お邪魔します。ねえ、多分ですけど、鳥居があったんですもんね。あ、そうですね。多分ですけど。お邪魔します。
いやー、森中ありますもん。え、あ、本当だ。ほらね、ほらもう全然背中痛いですよ、ここ入ってきたら。一応お供えあるんですけど、はい、大神社だなっていうのがもう鏡が置いてないですね。へえ。すいません、お邪魔しました。いやー、これしかもあれですね、狐が祀ってあるんで、稲荷神社ですね、もともと。なるほど。香りは稲荷神社、相性悪いんです、すごい。パワーがありましたか。ありました、ね、なんかパワーという威圧ですかね。威圧ですね。神社はやっぱり廃れると土地のこと呪うようになっちゃうんで、まだ未だに森塩もあったりとかお酒祀ってたりとかあったんで、はい、ケアしてる人がいるにはいるんでしょうけど、あまり良くはないですね。いや、これは良くないわ。すごいですね、締めでこれが来ると思わなかったです、ね、思わなかったですねもう終わったって思いましたもんね。いや、戻ってきたっていう、あ、ここで終わりなんですね、で終了のコメントとか考えてたあとヤブですけど、もうちょっと降りてみますか。ちょっと降りてみますか。はい、道路まで。もうそこがね、あれなんで、車道なんで。そうですね、さすがにこれはないと思います、本当に。もうないですよね。はい。変なとこ見つけてるじゃないですか。いや、なんか道あるなと思ってちょっとだけ行ってみましょうか。はい。ワンチャンっていうのも変ですけど、これ行けるんですか。うわ、行けそうだ。道になってますよね。で、ここって子供の国も近いじゃないですか。さっき話したように。もしかして防空壕ってこういう山にあるのかなと思って。さっき言ってた防空壕ですか。いや、わかんないですけどね。行ってみますか。ない可能性もありますもんね。はい。すごいな。うわー、これだ。え、あるんですか。マジであった。うわ、マジだ。マジであった。うわー。いや、これマジだ。これ、マジじゃん。これマジっすよね。ちょっと。え、マジであるじゃん。すいません、手空いてないので、そこの葉っぱをちょっとどかしていただけますか。ずらしてみてください。あ、もう間違いない。いや、防空壕。すごい。トンネルじゃないんだ。防空壕なんだ。こっちいらっしゃいますか。いますね、全然いますね。わ、すみません、ごめんなさい。写真だけ撮らせてください。ごめんなさい、すみません。ここ立ち入り禁止じゃないので。いやー、これでも。どうしますか。入ります。これ、俺ね、多分ね、長くいたら、死んじゃいますね。どういう方々なんですか。いや、亡くなったって気づいてない人です。うわー。ってことは、その戦時中とかですかね。じゃないですかね。多分。これをただ、こうやるだけってことです。でも俺、これは入れないな。マーシーさん行きますか。リアルに入れないな。結構きつい感じ。結構きついですね。別にごめんなさい。怖い幽霊がいるとかっていう意味では全くないです。ただ、その、寄ってくる。いや、違うんですよ。なんかね、亡くなってる人が、どんな体験でどんな思いだったのかっていうのが、いればいるほど入ってくるんですよ。ってなると、まあ、ある意味憑依っていうのかもしれないですけど、戻れない感覚になるんですよね。トランス状態みたいな形です。そうですね。今、防空壕の中、映してます。飼育員さん。はい。この、どの辺にいらっしゃいますか。奥なんですよ。本当に奥で。この画面上で指させますか。画面上で言うと。この辺、この奥みたいな、映ってないけど。この辺ですね。これ今葉っぱと被っちゃってるんですけど、この奥です。その奥に男性ですか。男の子です。あ、男の子。はい、ちっちゃい子です。はい、いらっしゃる。私は今この中にすごく入りたくてたまらない衝動にさっきから駆られてるんですけど。あ、じゃあもう間違いない。絶対入んない方がいいです。そうですね。サーモグラフィーでは変化は出ないですけど、間違いなくいると思います。じゃあ僕行ってみましょう。行けます？あ、僕は大丈夫です。いや、すこ。あ、もう僕はもうこういうのをどんどん行く人なんで。本当ごめんなさい。ちょっとお願いしてもいいですか？わかりました。じゃあ行ってみます。
うわやばい、アブラムシです。え、うわ、これはちょっと行くなって言われてるような気が。行かないでおきましょう。あ、わかりました。行かないでおきましょう。よっぽど強いっていうか。よっぽどなんですね。うん、強いっていうか、長いな。いや、でもこれは、はい、取れ高的には絶対行くべきなんでしょうけど、はい、これ僕の方のやつですよね。あ、そうです。はい、行かないでおきましょう。わかりました。行かないでおきましょう。で、まあ、力のある方が言うときは間違いないんで、うんうん、そうしましょう。僕も入んない方がいいですね。はい、一応視聴者さんが納得できるように中だけ映しておきます。はい、こんな感じで。結構深いですね。なんか右と左に行けるようになってます。まあ、放置されてる防空壕なんてね、うんうん、危ないっていうのもありますもんね。そうですね、まあそうですね、はい、地盤が危ないのもありますし。これは中はこれもう行き止まりですか。いや、なんかあの右左両方行ける感じがするんですよね。繋がってるのか分かんないですよ。一応くるっと行ってみますか、そっち側。そう、そうですね、はい、そうですね、はい。あれ道ありますね、ここ。ほんのちょっと待って、だってもう後ろ、シークエンスさんの後ろ道路ですよ、道路ですよ。生活してる。そんなちょっと上にこんな、こんなとこあります。山があって防空壕があって道がある。じゃあ行きますか。じゃあちょっと行ってみましょうか。はい。でもこの付近の交差点とか事故多かったりしないんですかね。確かにそうですよね。まあ、だから地鎮祭とかせずに防空壕とか潰すと良くないかもしれないですね。これ多分あえて残してるんだと思うんですよ。そうですよね。多分あんな無造作に残すことないと思うんで。これどこまで続いてんの。うわ、やーべー。これどうなってるんだろう。登れるんですかこれ。びっくりした。あ、家が増した。生活圏。やめましょうか。そうっすね。はい。はい、これでこれ。ありがとう、ワンちゃん。ダメだよって言ってましたね。ワンワン。いや、マジ、僕があったのは、いやー、締め、ね、締めの締めに最適でしたね。最適ですよね。日々神社で終わりだと思いますね。はい。はい、ありがとうございました。ということでね、緑山峠回ってきましたけれども、はい、予想よりすごかったですね。すごいですね。すごいですね。まあ、どっかで何にも起こんないんじゃないかなんて腹くくってたんですけれども、うん、まさかこんなにちゃんとやばいものがあると思わなかったですね。あそこで終わっときゃよかったのにな、あの神社と。とどめでしたね。とどめでしたね。防空壕つらかったな。もう防空壕は香りも反応してましたもんね。そうですね。あれつらかったですよね。いや、私はもう行きたくて行きたくて居心地が良さそうっていうのしかなかったので。うわ、もうこうなった場合は入ったら憑依されますってことですよね。はい、いやね、本当はね、憑依されてブクブクとかでなるのが一番いいんでしょうけど、さすがにちょっと見える人間としてあそこはどうぞとは言えなかったですね、うん、あれは。まあごめんなさいね、視聴者的には見たかったかもしれないんですけれども、ごめんなさい。いいえ、正しい判断です。すいません、はい、いやちょっと久しぶりに心霊スポット来ましたけど、うん、今までで一番激アツだったかもしれないです。おー、さすがナンバーワンですね。回り方プロだわ、マーシーさん。あ、僕らがですか。いや、すごいです。いや、僕らは関係ないですよ。いやいやいや、やっぱこの回り方がね、プロ。だって俺もやめますもん、そこまで行ったら。もうちょっと行きましょうかって言ったから、はい、僕があったわけで。確かにそうですね。あれ、ほんとすごいです、嗅覚が。いや、まあね、私はもう二度と来ませんけれども、この緑山峠には。お昼はね、すごく景観が良くて、抜け道も合ってる素晴らしいところなんで、ぜひ皆さんご利用してください。いや、マーシーさん、ありがとうございました。いえ、こちらこそ、ありがとうございました。また行かせてください。お願いします。お願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。